こんにちは、クリスプの宮野と言います。えー、出だしからちょっと物騒なスローガンなんですけれども、あの、今日は私が20年以上かかっている日本の外食協会の伸びしろについてお話ができればと思っています。えー、日本の外食協会は DX を進めることで、まだまだこれからめちゃくちゃ伸びしろのある面白い業界だと思っています。私たちはクリスプサラダワークスというカスタムサラダ専門店を展開している会社です。えー、東京都内を中心に現在23店舗のサラダ専門店を展開しています。 一食約1500円前後の新鮮で栄養価の高い自分だけのためにパーソナライズされた手作りのサラダを年間約160万食提供しています。ちなみに信じられないぐらい美味しいです。私たちのビジネスの根幹である店舗スタッフはアルバイトを中心に約500名所属しています。また私たちの特徴としてテクノロジーがあります。テクノロジーに大きな投資をしていて、外部から累計10億円の資金調達を行い、店舗体系の DX を進めた結果、現在のデジタル売上比率は98%です。 ありがたいこと2014年末に1号店を開業してからこの10年で店舗数も売り上げも順調に増え続けています。今年も売り上げは25%以上成長し、年間売り上げ26億円を超える見込みです。そこで今日はそんな私たちの成長の裏側と私たちが DX で解決した外食の課題についてお話したいと思います。私たちが DX で解決した外食の課題は3つです。 一つ目は顧客を熱狂させられないこと。顧客の多様化が進み、確実的なサービスではお客様を熱狂させることは難しくなっています。二つ目に生産性の低さ。多くの外食企業はセンスと経験則で経営され、俗人化されてしまっています。三つ目が店舗スタッフのエンゲージメントの低さ。人不足、長時間労働、低賃金といった労働環境の悪さが、本来お客様に最も付加価値を提供できるはずの店舗スタッフのエンゲージメントを避けてしまっています。この三つの課題をどのように私たちが解決したのかを早速紹介していきます。 まずは顧客の熱狂について。私たちは注文を DX し、圧倒的なカスタマーデータの取得を通じて顧客解像度を高め、一人一人のお客様を理解し、熱狂させることができています。例えば私たちのアプリユーザーの約半数が世帯年収1000万円以上であり、週に1回以上利用してくれる8%のユーザーが約4割の売上貢献をしています。私たちはこのセグメントユーザー、つまり熱狂的ファンユーザーを増やすための施策をデータドリブンに実施することができます。 また、アンケートの DX によるアプリを通じた年間約15万件のユニーク ID に紐づいた顧客フィードバックも私たちの強みです。店舗別にお店やサラダの評価の推移やその理由をリアルタイムで分析、改善し、熱狂的ファンを増やすことができています。毎月注文実績のあるアプリユーザー数も前年比30%以上で力強く成長しています。DX により顧客の解像度が高まり、顧客が熱狂した結果、トップボックス率は85%と非常に高い水準で推移しています。 ちなみに私たちはただの満足度ではなく顧客が熱狂しているかどうかを確認するために最高評価のみを評価しようとしトップボックスリストを呼んでいます二つ目に生産性の課題について私たちはテクノロジーと人の力を掛け合わせることで高い生産性を実現しています 例えば、前提に設置された自社開発のセルフレジはモバイルオーダーアプリによって注文から決済までの体験をシームレスに d エクしました。クリスプではレジスタッフが不要なため、お客様の体験を下げずに通常の飲食店よりも少ない人数で営業することができます。 また、店舗のオペレーションをデジタル化し、提供までの秒数や、お客様の希望通りの時間に提供できているか、良品率などの KPI をデータドリブンに分析・改善し、生産性を飛躍的に向上させています。例えば、サラダの提供スピードは、この1年前と比較して2割以上もスピードアップしました。結果として、クリスプの店舗の生産性は21%も向上しています。3つ目は、店舗スタッフのエンゲージメントについてです。 クリスプでは所属する約500名のアルバイトスタッフの労働体験を DX を通じて進化させました。アルバイト向け勤怠エンゲージメント管理アプリ、クリスプワークプレイスを自社で開発し、アルバイトの働きやすさとやりがいを両立させています。ワークプレイスではアルバイトスタッフが自分のスマホからクリスプの好きな店舗にいつでも自由にシフトを予約することができたり、店舗や曜日によって時給にブーストをかけたり、やることリストで研修や新商品の事前学習のチェックを行うことができます。 私たちはスタッフのシフトデータはもちろん、定性的なパルスアンケート、給与や人事データをオペレーションデータと統合し、店舗スタッフのエンゲージメントを高めるためのデータドリブルな施策を実施できています。結果として店舗のシフト充足率は安定して98%以上を実施しており、業界全体の人不足の中、前年と比較しても大幅に改善されました。店舗の生産性と顧客体験が向上したことで、都心エリアのアのアルバイト時給を1500円まで上げることができました。これは1年前と比べて35%の上昇率です。 結果としてクリスプの従業員満足度は90%と非常に高いエンゲージメントが実現できています。私たちは外食の3つの課題である顧客解像度が低くお客様を熱狂させられない、俗人的で再現性がなく生産性が低い、スタッフのエンゲージメントが低い、この3つの課題を DX によって解決しました。 私たちはカスタマー、オペレーション、店舗スタッフ、この3つの領域を DX することで日本の外食を進化させることができると考えています。そして3つの DX を実現した結果として私たちの店舗あたりの売上と利益を大きく増加させることができました。クリスプでは店舗あたりの燃焼は同面積の飲食店の約2.7倍、営業利益率は2倍と DX によって通常では実現できない高い売上と利益率を実現しています。 最後に今後の展開についてお話しさせてください。ライフスタイルの変化と健康志向の高まりを受けて、日本のサラダ専門店の市場は今後10年で7倍の成長が見込まれています。現在はターゲット顧客層のわずか3%しかリーチできておらず、私たちのビジネスには大きな成長余地があると考えています。中期的に現在の10倍、100万人のターゲット顧客の獲得を目指しています。私たちの新しい外食のビジネスモデル、 これを証明するためにも、2027年度に上場、そして年賞100億円を目指しています。クリスプサラダワークスは今年だけでもすでに6店舗の出店が決まっていますが、今後さらに出店を加速していきます。ただ、私たちのゴールはそこでは終わりません。国内のファーストウード市場規模は4.1兆円あり、DX によるこれからの伸びしろは非常に大きいと考えています。私たちは、中長期的に国内のファーストウード業界をリードする立場まで成長して、外食業界全体を変えていきます。 具体的には、クリス・サラダワークスのオーガニックス成長に加え、マンデーを二つ目の成長戦略の軸に置き、グループインした外食企業を DX することで、非連続な成長の実現と同時に、日本の外食をひっくり返せるポジションを狙います。私たちは DX と人の力を掛け合わせることで、日本の外食をもっとワクワクして、もっと魅力的な業界にしていきます。それが私たちの考える日本の外食をひっくり返すです。今日お時間ありがとうございました。